マスターズクラス。今回はセカンドチャンスヒートも行われました。そのような中、決勝に出場することができなかったトライバーの分も走り切っていただきたい。そのような中、ランキングトップがポールポジションをつかみ取っています。ワイズファクトリーレーシング井上芳美。今シーズンはまだ優勝をつかみ取っていない井上、この第4戦にかかっています。このチャンスを見事自分のものにすることができるか井上芳美。マスターズクラス18周の決勝、今ブラックアウトスタート。いいスタート、井上芳美がホールショット。2番手争い加藤が入っていくか、杉山健吾が2番手、加藤は3番手、4番手に上がっているのは遠藤か、4番手には塚本です。4番手には塚本、5番手湯気系、その後ろ中本幸三、そして遠藤康人がつけています。潮が来ている電車、5コーナーを抜けていきます。タコツボで止まってしまうドライバーもいなそうです。立ち上がってくる、しかし中盤では団子状態に立ち上がってくる。3番手争い、湯気が戻していきます。ゼッケン16番湯気系が3番手に浮上、塚本を捉えまして、現在3番手は湯気系、しかし2番手3番手との間にギャップが生まれています。トップ2は井上と杉山健吾、3番手湯気系、4番手には中本幸三。1コーナーではインサイド飛び込んでいく中本幸三、ついていくのは塚本幸男です。しかし中本は湯気を捉えましたが、塚本は湯気の後ろ。5コーナーに向けては勢いのある湯気系が中本幸三のインサイド入ろうと一瞬マシンを入れかけたんですけれども、ここは4番手のまま。湯気系の後ろは塚本幸男、遠藤康人がついていく。タコツボ動いてきたのは塚本幸男、遠藤康人もついていく。4番手に上がったのは塚本、それについていくのは湯気、5番手におりますのが湯気系です。さらに後ろに来ているのが遠藤康人、こちらもグレンブルレーシングチームのドライバーです。トップ2はホームストレートを通過していく。井上芳美を先頭に杉山健吾、1コーナー入っていく、両者並んでいる。2コーナーでは前に出ていく杉山健吾、ペースがいいです。しかし井上芳美もここは譲れないところ。5コーナーではややマシンをインサイドに振っていくが、ここは杉山健吾こらえていきます。2番手井上芳美、3番手に上がります中本幸三、4番手は塚本、そのタコツボインサイドややマシンを振っていく湯気系は現在5番手のまま。その後ろは加藤正則が再び上がってきた。加藤正則が遠藤康人を捉えまして、現在は湯気系の後ろにつけている。加藤は現在6番手です。最終セクションから立ち上がってまいります。トップ2井上、再び前に出ていく井上が2番手杉山健吾との一騎打ちになってくるか。まだレースは序盤です、まだまだ分かりません。さあそして1コーナーのところでは佐々木克行がインサイドに飛び込みまして、14番手に浮上、藤原幸則を捉えまして14番手に上がりました。この14番手争いなんですが、佐々木、藤原、進藤翔太、幸澤のといったバトルになっています。現在5コーナーからトコツボへと向かっていくこの第2集団、これを率いていきますのは佐々木克行です。佐々木は、後方の方からスタートということで順位を1つずつ上げなければならない状況の中、藤原幸則を捉えまして今11コーナーです。その後ろも動き始めています。進藤翔太が1つポジションを上げました。幸澤弘樹捉えまして1つ順位を上げています。残り周回は14周です。4周終了、5周目に入っています。トップは井上芳美、2番手杉山、3番手中本幸三、4番手争い順位方が変わってきています。中本幸三、失礼、3番手には中本、4番手が塚本、5番手が湯気系、加藤正則、そしてオレンジ色のヘルメットが遠藤康人で瀬尾俊幸、その後ろも追いついてきております。11番ゼッケン11番ヒーローズ、時下文親、こちらスーパーマスターズではトップとなっています。時下文親今最終セクションに入っています。水色のカラーリング、そして、10番手にはゼッケン3番の帰山陽一、この帰山を捉えまして長田和美が1つポジションを上げ、10番手が長田和美、11番手が帰山、そして12番手には深川秀夫となっています。さあ5コーナーに向けて農場を入れかけるのは4番手争い、しかしここは引いていく塚
本幸雄のインに飛び込みたい湯気系です。トップ争いは井上芳美と杉山健吾だけではありません。後ろから来ています中本幸三もペースがいいです。47秒5で走行しております杉山健吾と3番手の中本幸三に対してトップを走ります井上芳美は先ほどの周回では47秒6でした。今ホームストレート戻ってきまして杉山健吾1コーナーではクロスライン狙いか勢い乗せていったんですけれども、オーダーは変わっておりません。井上芳美がトップ、2番手杉山、3番手が中本幸三、4番手塚本幸雄、5番手争い。湯気系のインサイドタコツボ入りました。加藤正則クロスラインを取りながらこの2台が立ち上がってくる。湯気と加藤正則のバトルです。その後ろも追いついてきている。トップ集団はやはり3台、中本幸三も含めました3台が今最終コーナーからホームストレートです。井上芳美今シーズンの初優勝となるか。残り周回は11周です。それに待ったをかけたいのは杉山健吾であり中本幸三であります。4番手争いは塚本幸雄のインサイド5コーナー、これも入れません。湯気系タイムの方は塚本幸雄に対して湯気系の方が少し早いかなと思ったんですが、先ほどの周回はやはり塚本の方が早いですね。しかしタコツボでインサイド入っていきました。立ち上がりでクロスラインを止めました塚本幸雄、4番手に戻ります。さてトップ集団は12コーナーから最終セクションへ。オーダーの変化はありませんが、これは様子を伺っています。杉山健吾はいつ動いてくるか。残り周回は10周です。1コーナー入っていった杉山健吾トップに浮上です。井上芳美を捉えましてトップに浮上しました杉山健吾。しかし井上芳美5コーナーでは5はついていきます。まだ周回数10周ありますからここはついていくという判断をしたのか。さあしかしタコツボでは中本幸三が井上芳美を捉えた。中本幸三2番手に浮上。前回の第3戦ではオープニングラップ中本幸三残念なことがあり止まってしまったんですが、この第4戦ではその残念なその悔しさを晴らしたいところです。現在2番手に上がりました中本幸三。残り周回は9周です。残り周回は9周。トップ集団は3台、その後ろが動いてくるか。4番手には塚本幸雄、加藤正則がその後ろで5番手、湯気系が6番手、瀬尾俊幸が湯気系の後ろで7番手。少し開けて長田和美、遠藤康人、そしてスーパーマスターズではトップの時久文親、帰り山陽一までが一段となっているか。その帰り山陽一の後ろ深川秀夫までが一段となっています。スーパーマスターズで見てみますと時久文親がトップ、2番手が深川秀夫、3番手には前総合では18番手を走っておりますマリアが3番手です。4番手には藤原となっています。残り周回は8周、トップは杉山。しかし2コーナーにかけてインサイドを覗かせていきます井上芳美。オーダーの変化はありません。5コーナートップ争い、ここも動かない。4番手集団、大きな集団になっています。塚本幸雄がこれを率いていく。さあタコツボインサイド飛び込んでいく中本幸三、立ち上がりちょっと鈍った。その間隙ついて井上芳美が入っていきます。トップに浮上。2番手杉山、3番手中本幸三、このバトルがあり後ろとのギャップが少し詰まった。最終セクションから立ち上がってくる井上芳美、杉山健吾来た。1コーナー来るか。ここはアウト側から狙っています井上芳美。となるとこのスピード乗っている感じを見ます杉山健吾、この5コーナーで入ってくるかなと思うんですけれども、ここは入らなそうですね。タコツボではどうでしょうか。トップ争いミドルラインから立ち上がってきます。井上芳美を先頭に2番手杉山、3番手中本幸三、
少し開けて4番手争い、加藤正則が塚本を捉えまして加藤が4番手に、湯気系はそれに乗じて5番手に上がりました。塚本幸男は2つポジションを落としてしまい、現在は6番手につけています。最終コーナーから立ち上がってきます。トップ集団と、そして4番手集団、1コーナーから2コーナーにかけて杉山健吾動いた。井上芳美を捉えまして前に出ていきました。そして5コーナー立ち上がりではマシンを止めてしまったドライバーもいます。まあ、安全な場所に待機をしました。トップ集団は3台です。タコツボから立ち上がってくる。残り周回は6周、残り周回は6周、イエローは撤去されました。杉山健吾は第3戦では優勝をつかみ取りました。昨シーズンは負け知らずだった杉山健吾、チャンピオンを獲得し、しかし今シーズンは少し苦しんでいましたが、さあその杉山のインサイドにマシンを振ったのは井上芳美。今度は5コーナーで狙ってくるか。しかし中本幸三が5コーナーインサイド入ってくる。立ち上がり横並び、立ち上がりもスピード乗っていた中本幸三2番手です。中本は2番手、3番手が井上、トップは杉山。どうなってくるか。残り周回は5周です。残り周回5周、後ろの集団も追いついてくるか。さあ11コーナー、長田和美を捉えました。これは中本幸男です。6番手7番手争い、トップ集団がホームストレート戻ってくる。テールトゥーノーズ1コーナー狙っている。中本幸三、杉山健吾を捉えられるか。2コーナーに向けてはどうか。その後ろのバトルも非常に激しくなっている。現在パスケットを取っておりますのは2番手を走ります中本幸三です。杉山健吾捉えられるか。タイムの方は杉山は47秒6、中本はどうか。タコツボインサイド飛び込んでいく。立ち上がりクロスラインか、立ち上がり入れない。中本幸三トップをキープ。2番手杉山、3番手少し間隔空けて井上芳美、しかしそのギャップも詰まった。4番手加藤正則、4番手加藤正則、5番手は湯気系、ホームストレートに戻ってくる。残り周回3周、そろそろ動くか。1コーナーインサイド飛び込んだ杉山健吾、2コーナーでもトップ。2番手は中本、3番手井上、ラインを探っています。井上芳美5コーナー、3番手4番手とのギャップ、先ほどの周回は1秒3でした。しかしこの競り合いが始まれば加藤正則もこのトップ集団に加わってきます。タコツボインサイド飛び込む中本幸三、トップに浮上。この決勝2回目のトップです。2番手は杉山、今シーズンちょっと苦しんでいます中本幸三。そしてトップが戻ってくると残り周回は2周ということになります。マスターズクラス決勝、残り周回は2周です。ピーターパンからも声援が送られています中本幸三。そして2コーナーでは杉山健吾が前に出ていった。杉山健吾、今シーズンの2勝目に向けて今5コーナーです。残り周回は2周、トップ集団は5コーナーからタコツボへと向かう。3番手4番手とのギャップが詰まって、コンマ9秒から今タコツボでは完全にトップ集団が5台になりました。トップ集団5台、杉山を先頭に中本が2番手、3番手が井上、4番手が加藤、5番手が湯気系です。少し間隔を空けて6番手単独が長田和美、その後ろが塚本幸男、さらに後ろが瀬尾俊幸となっています。こちらが瀬尾が10番手、11番手にはガイリアマ陽一で、トップが戻ってきましてファイナルラップです。1コーナー、2コーナー、トップ集団5台、オーダーの変化はありません。テールトゥーノーズ状態に持ち込んでいるか。トップと2番手との間はギャップが生まれています。杉山健吾、第3戦に続いて2勝目、連勝を飾るところまで、これ残り周回は1周です。タコツボは2を守った。2番手中本の方がスピード乗ってるか。後ろも加藤が入ってきた、加藤が入ってきました。3番手加藤、井上芳美を捉えて11コーナーでは3番手、4番手は井上か湯気か、12コーナーで湯気系伸びるか、4番手に浮上。そして最終コーナーへと向かっている。
トップはゼッケン81番グローバル杉山健吾、両手でガッツポーズ。2番手中本幸三、3番手は加藤正則、4番手湯気系、5番手井上芳美。続々とチェッカーを受けていきますが、ファイナルラップで11コーナーではイエローが振られております。現在そして見事トップチェッカーはゼッケン81番チームグローバル杉山健吾。この杉山は第3戦で優勝、そしてこの第4戦でも優勝ということになりました。